い、マイケル社長です。ドルソーレが、ね、年に1回開催している第13回グローバルマーケットビーチサッカーフェスティバルイカシ2022大会を開催してます。あー、もうなんかザハすごいです。勢いがビーチサッカー界の顔すごい。僕にあげたい気持ちがすごすぎて、後藤隆介選手、マイケル社長はごっちゃんって言ってます。今日大会を参加してどうですか？毎年毎年パワーアップして、まあ、今年も想像以上で、はいはいはい、何チーム何チームですかこれ？今日61です。すげえ間違いなく日本で一番大きい大会。ワールドカップとの違いはあると思うんですけど、いかがですか？また、ね、雰囲気がいい、めちゃくちゃいい。もう屋台とかもいっぱい出てたし、お客さんとかも、はい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 、あと実況も音楽もなかなかね、日本音楽小さめだけどここ音楽デカめで声が聞こえない、チームメイトの試合してて、ワールドカップとかも聞こえないけど、日本でなかなか声が聞こえない会場の試合ができるのは多分ここぐらい。なるほど、いやめちゃくちゃいい、さすが。じゃあ次回も来てくれますか？もちろん。えどうもごちゃれです。後藤隆介選手、ぜひ皆さん調べてみてください。ワールドカップに何回も出場している選手で、もうビーチサッカー界をずっと引っ張ってきている選手なんで、今後もマイケル、ドルソルとコラボしていくんで、ぜひチェックしてみてください。続いてアベルダージ熊本 BS エース、ビーチサッカー日本代表の松尾直也選手。直也、今日の大会はいかがでしたか？盛り上がってるのももちろん、こんだけ人を集められてこういうの、やぐらね、やぐらね、簡単に多分できるもんじゃないと思うんですよ、そういうのを実現するっていうか、こういう大会ができたらいいなって頭の中で思ってるのをこの大会がやってるっていうのはすごく羨ましいし、すごくプレーしてて気持ちよかったです。で実際プレイヤーがね、実際こうプレーしながらも運営に携わってるって多分ね簡単なことじゃない。自分らもたまにやるんですけど、小規模でもやっぱり相当な準備をやってきてるんだろうなと思うし、サポーターの皆さんもね熱いし、ドルソーレ愛がね強く感じるっていうか、いやいいこと言ってくれてます、いや直也ありがとうございます。もうあと優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりめちゃくちゃ強かったんで、すごいです、すごい邪魔ばっかしてきますね、釣り高いので、もうぜひマイケル社長 YouTube アベルダージ熊本皆さんチェックしてみてください。なんか言ってもらっていいですか？せっかくなんでちょっと直也見てる後ろ、すごい台無しにするじゃん、すごい台無しにしてくるね、最低な人いる、もうすこれね、これマイケル社長ちゃんのあれですよ。ちょっとじゃあ一言最後にお願いします。アベレージ熊本って、ね、熊本でね、みんな熊本出身が多くて、もともとね山口で、やってたメンバーが地元で発展させようっていうのでみんな頑張ってるんで、結果ももちろんこういう運営の部分っていうか、そういう大会の普及の部分もやっていかないといけないので、本当にこういう近くにドルソーレというなんかこうお手本になるチームがあって、いや本当に刺激を受けたし、もっともっと自分らも頑張らないといけないなと思ったんで、これからもドルソーレとマブレダジの方もよろしくお願いします。いや素晴らしい、ありがとうございます、最高。いやありがとうございます、めちゃくちゃいいこと言ってくれた、めちゃくちゃ強いんで、アベルダージ熊本 PS ぜひみんなチェックしてみて、インスタ見たら、直江たちのかっこいいプレーが見れますんで、ぜひアベルダージ熊本よろしくね。はい、FC 琉球 BS モアナの、後藤美香、美香さん、はい、お疲れ様です。もう、ね、この大会も何度か、ね、出場していただいてますけど、今大会いかがでしたか？いや強かったです、ドルソーレマジで強かったです。いやいや本当にこの大会に関していかがですか？この大会本当に毎年毎年規模がどん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 大きくなってて、今年もびっくりしました。会場すごい人、こんだけ盛り上がってる大会日本で多分ないですよね、こんな。いやー、ミカさんそのことはめちゃくちゃ嬉しいです。ミカさんからビーチサッカー界にこうあってほしいとか、なんか伝えてくれることがあったらめっちゃ嬉しいです。やっぱりビーチサッカー界長年やってる方たちはずっと変わらないメンバーでやってるんですけど、次の世代次の世代が育ってきていないっていうのも、まあ、現状あるとは思うので、本当にこうやって子どもたちがビーチサッカーやるこの光景がすごくいいですし、この子たちが大きくなってビーチサッカー続けてほしいなって、それが普及にもつながると思います。ミカさんめちゃくちゃいいこと言ってますよ。この大会はトップチームの今回バトルミックスで大会だったんですけど、サポータースポンサー様、子供も主役になれる大会って言われるんですよ。まさにそれですね。もう子供たちもまだ試合やってるじゃないですか、まだ試合やってます。決勝戦僕らが試合したバトルミックスコートでやるんですよ。
もう未来につなげるための大会でもあるんで、あの美香さんの今言ってくれたことが僕的には叶えられている大会なのかなと思ってるんですけど、いかがですか？そうだと思います。いや、ありがとうございます。いい経験になりました。美香さん、じゃあまた来年も来てくれるかな？いいとも。美香さんからですが、ありがとうございます。はい、それではアベルダージ熊本 BS 背番号7、はい、岩崎司選手ですね、はい、マイケルは司ってね呼んでますけど、大会いかがでしたか？いや、本当に日本で初の男子と、まあ、女子が一緒にこう力を合わせて戦うっていうゲームは初めてだったんで、まあ、今大会としてよりこう絆も深まったと思うし、なるほど、めちゃくちゃいい大会って感じました。司めちゃくちゃいいこと言う。いや、そうなんですよ。でもいや、めちゃくちゃいいこと言う。いやいや、この大会、はい、トータル的に見ていかがですか？子供があって、ね、そうですね、まあ、まずこの車で入ってきた時に、まあ、この雰囲気、うん、やっぱりあの出店もあって、で、まあ、僕たちだけじゃなくて、まあ、子供だったり一般の方がゲームしてる中で、北九州のこの土地柄というか、なんかすごい熱いものを感じたというか、見てる人も熱いし、なんか最高の一日になりましたね。本当にビーサッカー選手からそう言ってもらえるの一番嬉しいですね。司、最後にちょっとカメラ向かって、はい、なんか、はい、アベルダージの PR であったりとか自分の PR よかったら最後お願いします。そうですね、まあ、アベルダージ熊本 BS も子どもたちだったりとか、まあ、地元の方が、まあビーチを生かして、健康づくりっていうところにも力を入れてるチームでもあるので、負けないように刺激もらいながら面白いイベント企画していきたいと思ってるんで、次はイベント作りでも勝っていきたいなと。いいね、いいね、はい、そこでも負けたくないなと思いますんで、いい、素晴らしい、はい、ぜひよろしくお願いします。いや、岩崎司選手でした、はい、ありがとう。ありがとうございました。帰り気をつけて。ありがとうございます。最高最高、ありがとうございました。最高。はい、じゃあキムレイ選手、はい、マイケル社長キムって呼んでます。アベルダージ君はどんな BS 背番号25番、今日大会いかがでしたか？はい、めちゃくちゃ盛り上がってて、まあ、僕らずっと試合しかでやっぱできなかったんですけど、楽しかったのと、あと一つ言えるなら、ちょっと僕が来た時は売り切れてたんで、ちょっと食べ物食べたかったなっていうのはありますね。はい、キム、その通りですね。いや、本当今回さ、80% の雨やったんよ。そうですよね、最初。そう、だったから出店の方も、もうちょっと少なめに作ってて、途中、なるほど、ラーメン屋さんとかも取り行ってますよね。思ったよりバリバリ売れちゃって、で、お弁当屋さんなんてもう11時に完売してたんで、早っ。いや、今回は15店舗のフードベースもかけてたんで、はいはい、で、全部取るそうなスポンサー様なんですよ。その点もどうですか？たくさんの方がこう集まってできてる、いや、大会ですし、まあ、それがそのドルソルさんのやっぱすごさと、僕たちももっと見習っていきたいなっていう点と、逆に追いつき追い越せじゃないですけど、九州をここからまた盛り上げていけたらなっていうのはすごい感じました。これはマイケル社長の思いなんですけど、ビーサッカーも普及もしていかないと、プレーもしていかないとって難しさあると思うんですけど、その2点どうですか、競技と普及に関して。まあ、選手自身が面白さを伝えるって一番早いと思うんですよ、うんうんうん、なんで、まあ、もちろん、まあ、僕らも秀夫さんもそうだし、まあ、みんな協力してそこはやっていくべきだと思いますし、逆あとはやっぱ地域だったりとかメディアだったりとかをこう巻き込んで、もっともっと広めていけるようにすると、うんうん、さらにビーチサッカー界が広まって盛り上がっていくんじゃないかなと。いや、ぜひ、はい、なんか最後に PR お願いします。アベルでも何でも、まあ、ビーチサッカーはこう一度見たらきっとハマるスポーツだと思うんで、なかなかですね見る機会とかやっぱ少ないですけど、その数少ないチャンスをぜひものにして、ビーチサッカーの魅力にさせるのは僕らですけど、なってもらうのは皆さんなんで、うんうんうん、まあ、ぜひビーチで試合会場でお会いできたらと思います。お待ちしてます。ぜひ、アベルダージ熊本 BS の25番キブインスタ覗いてみてね。待ってます。最高でしょ。今、ね、インタビューした選手たちっていうのは本当にね、マイケル社長も戦いながらもやっぱすごいリスペクトがあります。そので今回ね、やっぱ来ていただいたチームドルソーリに対してもすごく敬意を払ってくれるチームであるし、マイケルたちもやっぱこう、あ、このチーム呼んだらファンできるだろうなとか、強さと人間性を兼ね備えているチームだと僕は本当に思うん で、 FC 琉球 BS はとにかくこうスター性があるというか、でアベルダージ熊本 BS はね、あのドルソルのファンもアベルダージュの選手たちみんなかっこいいよねとか言って、ドルソルのファンも好きなチームがねたくさん集まったら、またこうやってバトルミックス盛り上がってくると思うし、参加をしている皆様、一般
アンダー12、アンダー9、そして、ね、Bサッカーの試合見に来てくれたファンの皆様に本当に、ね、マイケル社長は感謝ですね。そして少しでもBサッカーの魅力が伝わって、この生かし長山、そしてドロソルの魅力とか、なんかそんなのが伝わってくれたらいいなって、めちゃくちゃこの動画越しでも俺は思ってます。なんで1回ですよ、これをまだ生で見たことないっていうそこの君、1回ビーチに来いってめちゃくちゃ俺は思います。今回のバトルミックス大会のですね、試合の動画、福岡スポーツっていうチャンネルで、全て、見れます。ぜひ概要欄に載せておきますんで、ぜひ皆さんそちらも、ご視聴していただければなと思います。この大会からもらえるエネルギーっていうのは高いものがあるかと思いますんで、皆さんまたこのビーチでお会いしましょう。